智和選手、ジュニアシングルスの準々決勝に臨みました。張本は18歳以下の世界ランキングで1位、愛知県の高校生との対戦です。今日はミスが目立ちました。相手にリードされる展開となります。なんとか追いつき、迎えた最終ゲーム。勝利まであと3点に迫ります。しかしリードして緊張したと再びミスが続きました。準々決勝で敗退です。絶対に負けないぞって気持ちでやってたんですけど、それで負けたのが一番悔しいです。張本智和選手、ジュニアシングルスの準々決勝に臨みました。張本は18歳以下の世界ランキングで1位、愛知県の高校生との対戦です。今日はミスが目立ちました。相手にリードされる展開となります。しかしリードして緊張したと再びミスが続きました。準々決勝で敗退です。絶対になんとか追いつき、迎えた最終ゲーム。勝利まであと3点に迫ります。